1998SM165 は太陽系外縁天体の一つである二重小惑星。1998年9月16日にニコル・エム・ダンスルによって発見された。1998SM165 は軌道長半径がカイパーの崖と呼ばれるカイパーベルト外縁部にあたる。海洋星と1-2で軌道共鳴する共鳴外縁天体で、 小惑星センターとディープエクリプティックサーベイの両方のリストでトゥーティの属とされており、海洋星が2回降点する間に1回降点する。スピッツァー宇宙望遠鏡とハープル宇宙望遠鏡による観測は同程度のアルベドの構成要素を想定して密度の推定を可能にした。測定の結果0.51プラス0.290.14。 グラムマイ立方センチメートルで二重小惑星 1999TC36 の冥王星属の密度や土星の月のヒッペリオンの密度と類似しており、このような低密度は小惑星が非常に多孔質の氷でできていることを示している。S2011 と名付けられた衛星を持っている。96プラスマイナス1 2トルの直径であり、 距離は11310プラスマイナス110キロメートルほどである。本体に対して衛星が大きいため二重小惑星とも見られる。遠軌道と仮定した場合130.1プラスマイナス1日の軌道周期になる。ありがとうございます。